リバディア宮殿の正面リバディア宮殿における三巨塔リバディア宮殿はクリミア半島の町ヤルタ南西約 3km のリバディアに位置する宮殿である。ロシア皇帝ニコライ2世の別荘として建造され、1945年2月に行われたヤルタ会談の物体としても知られている。現在、博物館として利用される。宮殿の立つリバディアはかつてロシア帝国の領土であり、 当初この土地は、ギリシャ海軍の将軍ランブロスカ・トソニスに与えられた。1834年に、ポーランド人マグナートであるポトツキ家の所有となり、レオン・ポトツキは、宮殿、カトリックの礼拝所、庭園を作り、ポトツキ公園と呼ばれた。ポーランド1月放棄を経て、ポトツキ公園は1860年代からは、ロマノフ家の手に渡り、ロシア皇帝の秘書地となっていた。 1879年、中央アジアの入り地方をめぐる紛争で清とリバディア条約を締結。1895年からポトツキ公園の大改装が行われた。現在の白アのリバディア宮殿が建造されたのは1911年、ニコライ二世統治の時代だった。建造は1910年4月23日から1911年9月14日にかけて、 わずか18ヶ月、3シフト24時間体制で行われた。作りはイタリアルネサンス様式。工事就任はニコライ・クラスノフ。建物に隣接して、教会もある。竣工から6年後、1917年3月にロシア革命が勃発し、1920年代初めまでにクリミアも赤軍の手に落ちた。 リバディア宮殿では1945年2月4日から11日にかけてアメリカ、イギリス、ソビエト連邦の三国首脳会談、いわゆるヤルタ会談が開かれた。本会議、秘密会議などのほか、アメリカ施設団の宿舎としても利用された。リバディア宮殿は博物館として一般公開されている。館内にはヤルタ会談に関する展示のほか、建築設計図、 かつてのニコライニセヤイヨウの品々などが展示されている。開館時間は10時から18時まで。水曜休館。ヤルタ市街を走るマルシュルートカ47番に乗車し、レーニン広場から10から15分ほどのリバディア宮殿停留所下車。マルシュルートカに案内や車内放送はなく、またリバディアという停留所もあるため下車の際は注意されたい。タクシーでは10分ほど。 リバディア宮殿停留所から国会の方向へ歩き徒歩5分ほど。シーズン中は霊人海岸通りから船の便もあるが、冬季は運休している。ありがとうございます。